また星の光が消えた。こうして地球の人間たちとどうでもいい毎日を過ごしているうちに、ギャラクシアは確実に迫ってきている。この地球が滅びるのも時間の問題。でも地球なんてどうなったって、人間なんてどうなったっていい。ただ地球が滅びる前に、僕たちのあの方を、僕たちのプリンセスを探し出さなければ。だってどんなに僕らや太陽系のセーラー戦士が戦ったってダメなんだ。何をしてもダメなんだ。あの方が見つからない限り、宇宙はおしまいなんだ。あの方さえ僕たちのそばにいてくれれば、何が起こったって怖くない。太陽系のセーラー戦士もセーラームーンの力も当てにする必要なんてないんだ。どこにいるの、プリンセス。僕たちが送っているメッセージは届いているの？このままずっとあなたに会えないなんて、僕はもう耐えられないよ。大気はどう思っているの？聖夜は？二人とも地球の空気に慣れちゃって、それなりに楽しくやってるつもり？僕は嫌だ。あの方以外の人なんて絶対認めないからね。戦うのが僕らの定めなら戦うしかないけど、鼻につくやつは鼻につく、嫌いなやつは嫌いなの。仲間としか力を合わせないし、プリンセスのためにしか戦わないよ。